直したらどうですか、あの人が並んでる時に、あ、いや失敗してるんだったら、何回も人が並んでる時は失敗してるんだったら並び直したらどうですか。なんかいつも外で待ってらっしゃいますけど、なんか学研待ちかなんかですか。え、学研かなんか待ってる。うん、待ってね。あ、待って。取り回しよ。気配でわかんないですか。すいません、ご主人さんのその唾液の食べる時のピチャピチャっていうのを結構気をつけた方がいいかもしれないです。周りにずっと聞こえてるので、ピチャ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 。中国の人ですか。あ、日本人ですか。中国ならそういう文化なんで、あれだな、あれな、しょうがないかなと思ったんで。日本人ですか。もうこれでいいんで、はい、あれ、お前が乗れるマウンティンはねえ、これだけ言ってもらえますかね。いや、そういったことはちょっと、お前に売るマウンティンはねえ、これだけ、そういったことはちょっと言えないんで、これだけ言えばもう俺満足なんで。いや、お前が乗れるマウンティンはねえ、マウンティン、お前が乗れるマウンティンはねえ、これだけ言ってもらえますかね。そういったことは言えないです。お客様のご希望でも。すいません、 YouTube やってるもんなんですけども、 YouTube やってるもんなんですけども、この辺のヤクザの方ですか。え、この辺のヤクザの方ですか。何やってるの。違います、 YouTube のやってる、 YouTube? やってるものなんですけども、うん、ヤクザの方じゃないですか。ヤクザの方に用事があるんですか。この辺でなんか喧嘩強い人いないかなと思って。強い人、うん、もしよろしければ2対1でやりませんか。喧嘩を、うん、あ、それを YouTube に撮る。はいはい。やらないですか。すいません、 YouTube なんですけども、この辺ちょっと喧嘩売って回ってるんですけども、もしよろしければ2対1で喧嘩してもらえませんか。大丈夫ですか。すいません、今ちょっと喧嘩相手探してるんですけども。喧嘩相手、うん、もしよろしければ2対1で喧嘩してもらえませんかね。スポーツとして頭いかれてるんですか。そうじゃないですよ。スポーツとしてなんで決闘罪にならないんで。まあ仕事中ですか。そうです。相手間違えたらこの街さらわれます。ああ。すいません、あそこら辺にちょっと前にいた2メートルぐらいある男の体のでかい人って今いないんですか。安田さんですか。うん、多分今いないですね。もう辞めちゃったんですか。辞めちゃいました。すいません。いや、あの人、安田さんは相撲取りで、もともとは。あ、そうなんですか。有名な人ですか。もしくは高野さんですか。あ、そうなんですか。あ、なんかでかいなと思って。すいません。